ボブサップ規格外の野獣が韓国の英雄と勝負します。この大会に臨む前にボブサップは秋山と練習しました。 155.5kg アトランタオリンピック柔道 95kg 銀メダルキム・ミンス。韓国の代表として、そしてキム・ミンス個人として強さを見せたいキム・ミンス、英雄の挑戦。200cm 160kg 第37代 IWGP ヘビー級チャンピオンチームビーストボブサップ。今までにない一番の仕上がりだと自信満々、2005年のニュービーストボブサップです。ジャッジ平直之、さあ埼玉スーパーアリーナ、いよいよダブルメインイベント、最強総合格闘技誕生ヒーローズ、ボブサップそして韓国のキム・ミンス、いよいよ韓米の激突ということになりました。ボブサップが落ち着いてますね、全然なく落ち着いてますね、本当にあの、試合前から自信満々なんですよ ね、 そうですね、総合もともとですね、はい、K-1 ルールは自信持ってるんですけども、今日は本当に仕上がりがいいということでですね、本当に目が違いますよね。一方21歳の若さで銀メダルを取った韓国のキム・ミンス、そのミンスを睨みつけるボブサップ、キム・ミンスかそれともボブサップか、いよいよ激突します。最強の総合格闘技、飛び込んでいくボブサップ、まずはビースト、サップがまずは飛び込んでいきました。冷静にそれを受けましたキム・ミンス、キム・ミンス選手も腰強いですからね、さあミンス連打だ、連打だ、左右のフックだ、左のフックだ、ミンスのミンスとパンチだ、ミンスの打撃だ、これは予想外、予想外ですね、立ち上がりいきなりミンスが打撃を見せていきました。キム・ミンス選手もね、昨日記者会見でもそうですけど気が強いですからね、サップから一言言われたら必ず何か返しました、そう、自分が勝ったらメダルをよこせとボブサップは言いました。するとキム・ミンスはオリンピックのメダルが欲しかったら自分がオリンピックに出て取ってくるんだと、そう言いました。さあ果たしてこの対戦どちらに軍配が上がるのか、あのボブサップは力で、体重ではボブサップの上です、力はあると思うんですけど、再び打撃、打撃だ、頭を下げて、キム・ミンス選手腰強いですからなかなか倒れないですよ、強いですね、本当強いですね、スーパーバイザーの前田明さんもとにかく体幹の強い選手だということを言ってますね。あーミンスが大きな声を上げている、ちょっと話が出ましたね、気合に満ちた表情、一方サップは鼻から出血です。アトランタの銀メダリスト対ザ・ビースト野獣ボブサップ、今ドクターチェックが入っています。腰が強いから倒れないんですよね、当然サップは頭を下げて倒しにかかっているわけですが、逆に言うとボブサップは打撃で行ってぐらつかせないと、このキム・ミンス選手は倒れないでしょうね。なるほど、キム・ミンスは1m86cm、 体重は 110kg あります。いやー船木さん、しかし立ち上がりからこのキム・ミンスがこれだけ打撃を見せていくっていうのはちょっと予想外ですね。そうですね、ボブサップ選手の方が押されてますよね今、はい、試合の序盤が大事なんだとキム・ミンスは語る。それとも右ストレート、ビースト野獣の右ストレートがキム・ミンスを倒した。サップが止まらない、サップが止まらない、パンチですね、なんと暴走ファイトを見せつけたボブサップ、すごいな、あのあけぼのをマットに沈めたサップの右ストレート、すごい試合だった、ボブサップの右ストレート一発、いや完全 KO ですね。やっぱりね、キム・ミンス選手倒れないですから腰が重くて、パンチでいくしかないなと思ったんですけど一発で失神されましたね。1ラウンドボブサップノックアウト勝ちを収めました。でもキム・ミンス強しですね。そうですね、すごい強いですね、まあ、たまたまその打撃に慣れてなかったっていうだけで、あれですけども、まあ、これから修行積んでパンチに目が慣れてくればもう十分いけるんじゃないですか。さあそれではリングサイド高山さん、いやすごい最後の一発でしたね。すごかったですね、なんかボブサップはやっぱり野獣っぽく暴れ回った方がね、勝ちますね。高山さんもね、かつて大晦日このボブサップと大激突しましたけど、はい、
やっぱああいう激突があればボブのペースだと思いますね、はい、なんか高山さんちょっとボブサップは出血から興奮してきたようなそんな感じもありましたかね。そうですね、やっぱ野獣ですね彼は、ノックアウトの後も止まりませんでしたボブサップ。